夏の甲子園2023大会7日目の勝敗予想一発フェードロー野球チャンネル。なんかいきなり冒頭に差し込み出したけども、はい、明日のですね、はい、夜の9時から、はい、緊急生配信でですね、はい、前半戦を一緒に振り返ろうという企画をやりますので、ぜひチェックしてみてください。お待ちしてます。お待ちしてます。2回目のね登場する学校っていうのも、はい、まあ、だんだんと増えてきますけども、ね、うん、2試合目までは予選のデータっていうのを元で ね、ちょっといろいろ検証させていただこうかなと思います、はい、それでは7日目第1試合目、はい、明桜高校 VS 八戸学院光星、はい、門殿公民殿、うん、白川の関がこっちを見ているあ、まあ、東北対決。あ、そうだね、本当はね、なんかやっぱり同じ地方は初戦はなんか避けれんかなとか思うんだよね。なんかな、うまいことな、なんかね、うん、それでは、予選のスタッツ見ていきましょう、はい、バッティングですね。バッティングはこれ八戸が圧倒してるかなと。オプスもね、明桜が 0.776 に対して、明桜八戸が 1.011、うん、ですのでね、ちょっとバッティングは予選通りでいくと。あ、そうね、春の東北王者ですからね。そうだね、ね、うんうん、で、ピッチャーどうなのかと、はい、ピッチャーも同じくちょっと八戸が強いのかなと。ダブルサウスポー、ダブルサウスポーシステム、新井大君がちょっと怪我が、うん、そうだね、情報があったけどね。まあまあちょっと期間は空いたんでね、うん、決勝戦から空いてるし、まあ、岡本君もいいんでね、うんうん、なんとかうまいことやりくりはできるかなと思います、うん、で、明桜高校の予選をね簡単に振り返りますと、はい、越石監督、うん、打線のキーマンはね1から3番と8、9番と。あれ、これ門前理論踏襲してくれてんのよ。なかなかいないぜ8、9本当だね、キーマンって言ってる監督さん。これはね、八戸も注意して飲まないと下位打線本気で来るからさ。で、八戸学院はこれあの赤本に載ってたんだけども、はい、他校でね、うん、あの甲子園出場経験のある監督が今年の甲子は日本一を狙えると、あれ、もうそういうコメントも残してるぐらいなんでね。いや、強そうだね。もうなんでよその監督の意見をわざわざ載せたのかとは思ったんだけど、いやなかなか言わないんじゃない、よその監督は。言わないか、 あの高校今年行くかもよって言わないんじゃない。珍しかったんかな。それではピックアップレイヤー、はい、八戸学院3番ショート中澤くん。お、これはなっこも黙るアンダー18の候補でございますからね、はいはいはい、右打ちのショートよ。もう第2の坂本といっていいわけ、ね、あら、あれ、あるかピアスして帰ってくるんじゃねえか一回脱走してるか。いや最後の夏やんないっすよ。やんない。予選も打率3割8分1厘2本8打点。これ甲子園でもこのぐらい活躍したら一気にあるよ。いやそうね、これね、あの僕予選見てたんですけど、うん、解説してた方はちょっとわかん、名前わかんないんだけど、うん、これ中澤くんのバッティング小中学生の皆さんね、ぜひ真似してくださいって、すごい激推しだ。もう教科書のような、激推しだったのよ。ちょっとこれ楽しみですね、うん、それではスコア予想、はい、6対1八戸高専、うん、とさせていただきます、はい、ちょっとだんだん精度上げていくよとこの予想も、2試合目、はい、専大松戸 VS 東海大甲府、まあ、こちらも関東対決。好カードよこれ。好カードですね。あ、出さないよまだあるね、あれは出さない。門殿公民殿、はい、三枚看板VS 超重量打線と、うん、あ、じゃあスタッツ見ていきましょう、うん、これねバッティングはかなりハイレベルな、戦いになってます。専大松戸 1.03 オプス、うん、東海大甲府 1.186、うん、なんですがちょっと ISOP をね、うん、見ますと 0.173VS0.234 ということで、まあ、甲府の方がちょっとパンチ力、うん、まあね、破壊力はちょっとあるのかなと、はいはい、思いました。ピッチャー、これ平野くんが本調子であるならば、うん、専大松戸やはり有利かなと思います、うんうんうん、もうちょっとね予選で本調子ではなかったみたいなんですけども、はい、期間が空いてるんでね、うん、しっかり調整してくるとは思うんですけどね、うん、その辺平野くんの出来が非常に、鍵となるかなと思います、ね、で予選を振り返りますと、専大松戸県内ねこれ20連勝中と。いやそうだよ、
あの激戦千葉でだからね、うん、非常に今年やっぱり強いと、うん、予選でいうと幕張総合の早坂君、うん、攻略しました、うん、でライバルの習志野の激闘の末、うん、勝って甲子園決めてきたと、うんうん、非常にいいステップを踏んできてるかなと思います。ね、対する東海大甲府ね、予選5試合中4試合が2桁得点と、うん、でレギュラーが全員3割です。これすごいな、そうバッティングはやっぱすごいんだよね、破壊力ありますよ、うん、それではピックアッププレイヤー、はい、専大松戸平、うん、これがやっぱり鍵握るかなと、森に待ったをかけるのは平野くんかな、やっぱりそうね、右今ちょっと森投手とか、まあ、新岡投手なんかもよかったけどね、あそうね、うん、いや俺だ俺だとただ監督がね、この予選の時に、フォアボール出すやつはトーナメント使えませんと、ちょっと辛めのコメントを残してたんでね、いやいやいや、うん、いや、もんでんと、あんた、今年のドラフトを追い始めた時から俺1位入れてたろうと顔は俺だと、そうだよ、あちょっとその辺、うん、みたいですね、なるほどね、はい、それではスコア予想なんですが、はい、7対5、専大松戸、なんかそういう試合になりそうな気もするんだよな、あもう爆発さえ爆発、あ専大松戸はうまく点取るよね、そう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 、やっぱり足もあるからね、そうなんだよ、うん、僅差で専大松戸かなと、なるほど、予想しました、はい、それでは3試合目、うん、九国大夫 VS 土浦日大、ここからもう2回目の登場になるかな、まだ出さない、まだ門田公民年49番目の希望、てってってっと、あなるほどね、これちょっと49番目の疑問何なのかと、うん、これ一番遅いんだよね登場がね、そうだね、ちょっと待ち時間が長くて、はい、ここの枠引いたチームは78年以降これ49個になってからこの仕組みになってるんだけど、うん、11勝31敗1引き分け、で2勝したのは1個のみです、あそう、はい、やっぱりこれは疑問です、疑問だねその枠は、うん、それではスタッツ見ていきましょう、はい、これ投打ね非常に互角ですね、うん、もう、うん、お互いハイレベルで、うん、いい争いかなと思うんですけども、ね、1試合やってる土浦日大にこれは有利かなと、まあそうだよな、シンプルにな、シンプルに本当に慣れもあるしな、うん、で九国大夫なんかは初登場なんですが、はい、さくらくんなんかはねドラフト上位候補ですけども、そうだよ、ホームランは出なかったけども、うん、7試合でチーム最多の10本、ヒット、うん、しっかり打ってきてると、で体重も100キロは超えてるんですけども、うん、好きなお菓子を抑えて、まあ、絞ったと、ああそう、体重減ってない、まあ、なんかちょっとシュッとはしたんだよね、ああいいじゃない、土浦日大はもうちょっと甲子園の話をするとね、うん、開幕戦でしたが、うん、上田西とねタイブレイクの末8対3で勝ちました、もう最後集中度すごかったな、ドラフトキラーなんじゃないもしかして、あらバレたかで藤本くん、伊藤くん、藤本くん、はい、これ監督の采配もお見事ですね、うんうん、藤本くんもそんなもう完全体力使い切ったってわけじゃないから、うん、そうね、ほんとうまいことやりくりしたなと思います、うん、それピックアッププレイヤー、はい、九国大夫さくらくん、これね49番目のその鬼門とかね、うん、4番であったり、うん、首相であったり、うん、ドラフト上位候補とかもうプレッシャーすごいと思うのよ、うん、声援も大きいと思うし、そうだよ、だけどちょっとここは活躍楽しみだなと、男桜が、男桜やりますと、それではスコア予想、はい、3対1、土浦日大、よく大もしっかり仕上げてくると思うんだけども、なるほど、やっぱ1試合やった分ちょっと有利かなっていう、有利だね、九国大夫は先制点がちょっとかなり必須になるかな、序盤でね、序盤に、ただ土浦日大ピッチャーいいのがもう証明されたんでね、そうだね、うん、ただいい試合な気がするね、はい、それでは最後4試合目、うん、聖光学院 VS 仙台育英、おズズズズームアップゲーム、門田公民年、はい、東北の巨人阪神戦、ああいいそうだね、これはもう覇権争いでしょ、門田さん阪神ファンの方に怒られますよ、あれ東北の阪神巨人戦だと両巨頭ですね、本当に、うん、スタッツ見ていきましょう、はい、バッティングはね、いや、聖光学院も強いんだよ、あ、そうだよ、でもちょっと仙台育英、これはもう出場校の中でも 1,2 番もうトップかなと、ね、スタッツ見たらね、うん、すごいな、で、投手は初戦のね、出来だけ見れば聖光学院全然いけるぞと思いました、うん、はい、で、聖光学院、初戦はですね、東京の共栄学園、うん、9対3でね、16安打0失策、うん、お見事、うん、ナイスゲームでしたね、
でピッチャーの1番をつけてる安西くんは使わずにね、3人の継投で勝ちました、うん、どうやら安西くんがかなり乱調気味というかね、調子落としてるみたいなんだよね。あ、そうか。次も初戦の3人で勝ち切るプランかもしれない、うんうん、対する仙台育英はもうこれは浦和学院ね、うん、19対9、19安打、うん、もう打ったね、打ったよ、足も速かった、足も速かったな、ただね被安打18、これどう見るかなと思って、相手裏学じゃん、裏学だからとも見えるし、うん、まあ、点差も開いたっていうのも見えるし、そうだね、なかなか評価しづらいね、これに関してはめちゃめちゃ難かった、シンプルにはね。湯田くんもね、もうバシバシ、うん、うわ、やっぱりこの子まっすぐちょっと質違うなと思ったけど、ね、意外と打ってたりとか、ね、高橋くんも意外とちょっとコントロール苦しんでるのかなと思ったり ね、まあ、2択も投げましたけど、まあ、ちょっと僕らが想像しすぎてた部分はあるんかもしれんけど ね、まあ、勝ったからさ、まあ、そう、いいんだけど、ちょっとあら、ちょっとクエスチョンが浮かんだのはあるかなと思います。でピックアッププレイヤー、聖光学院杉山くんね、これ3番キャッチャー、うん、1試合目は5打数3打2打点の活躍をしました、うん、もうバッティング仙台育英非常に脅威です、うん、おそらく継投、聖光学院のプランとしては3人フルで使って、うん、なんならもう安西くんも使って4人で勝とうと思っていると思うんで、しっかりそれをリードしてほしいと、うん、で4番がね、もう去年から活躍している三好くんなんでね、うん、もうそこにつなげる役割っていうのも求められると思うんで、そう、攻守で非常に杉山くんが流れ鍵握ってんじゃないかなと思いました。なるほど。はい、それではスコア予想なんですが、はい、5対2仙台育英とさせていただきます。はい、という4試合でございます、ね。なるほど。うん、この日もやっぱりあれなんじゃないかな。ちょっと昼過ぎに起きてテレビつけたら、聖光学院仙台育英かと準決勝じゃないかと、いやそれもうまあありえるけどな、もうおじさんもね、なおじさんじゃなくていいだろっつうの、確実にいるからさ、毎回おじさんだけど、はい、皆様の予想もぜひコメントお待ちしております。はい、また明日お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。八戸の新井大君怪我ちょっと心配だな、何もなかったよな、そうだね、あ、うん、それ優勝候補よ。栄冠はフェドロに輝く。語呂ある。チャンネル登録お願いします。